お久しぶりです。モンです。皆さん元気でしたか？モンメンテになりました。メンテになった話です。モンはいつもバイクで通勤してます。この間事故も遭いました。で安全運転で頑張ってるんですけど、ついついやってしまうんです。違反。スピード違反になりました。免許センターに講習受けに行きました。講習は丸一日でしたけど、頑張りました。眠かったけど、ここはテストに出るかもって教官に一生懸命言われた。で一生懸命に覚えました。でも最後のテストで落ちました。クラスで落第したのは2人だけでした。私と中国人のおじさん。中国人は中国語で試験を受けたのですが、私は日本語で受けました。教官たちがモハンドラゴンのことを知ってました。モハンドラゴンさん、あなたは疲れてますと言われました。本当は1日の免停だったはずなのに、私5日間の免停になりました。免許を取り返してきました。ちなみに免許センターのカツカレーが最高です。日本一って言いたいぐらい美味しいです。ボリュームもあります。おすすめです。免許センター行ったらカツカレー絶対に食べてくださいって言いたいぐらいです。もう安全運転するので、皆さんも安全運転で違反しないように頑張りましょう。おっす。